3つのことを政治になる方法を教えてあげようと。一つはいつも朗らかであること、これ快活さですね、喜びです。それで2つ目がお祈りと勉強を、神様の愛のために一生懸命するということですね、日々の務め、そしてお祈りを、神様の愛のために行っていくと。で3つ目が、他の人に良いことをするようにと言います。自分が犠牲になるようなことがあったとしても、他の人のためにこう、ね、やっていくということですね。で志願生たちはどんな生活をしているのか、思われるかもしれませんけど、こういったドン・ボスコが言ったこのことをですね、大事にしながら生活していると、思ってくださればと思います。もちろん毎日努力をしながらですね、ですけど、そうやって、ドミンゴ・サビオ聖人になりたいとこう言ったわけですけど、サル教会の総長様が、年間の目標ですね、聖人になろうということを目標として掲げています。これは教皇様の喜びに喜べという使徒的、書簡の、から来てるんですけど、私たちも、それぞれにも自分の生活の中でを通して聖なるものとなっていくことができるように、このドン・ボスコの取り次ぎを願ってこのミサの中でお祈りしていきましょう。先ほどちょっと紹介するの忘れてましたが、武井神父です。一緒に四日市で、生活してます。今読まれた福音ですが、弟子たちがイエスに一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと、質問します。それに対してイエスは、一人の子供を呼び寄せて、そして立たせて、彼の中に立たせて、自分をこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだと、いうふうにこう言います。これドン・ボスコの、今日お伺いしてますけど、ドン・ボスコの道はまさにこれなんですね。聖ヨハネ・ボスコは、劇後からやりますね。このちょっと話をしてから、ね、やります。ちょっと楽しみにしておいてください。準備しているのでちょっとね、ちょっとお話をしますね。ドン・ボスコはですね、この幼子の道ですね、幼子のようなものになると、小さな子供というのは、力も弱いし、一人では生きていけません。で、だからこそこの自分を保護してくれる親とかに、信頼して、そしてその中でこう成長していくわけですね。ドン・ボスコも神様に対して、そして人に対して、この幼子のような姿勢を生きた人だということが言えると思います。まず神様に対してはドン・ボスコは本当にこう全幅の信頼を置いて、歩んでいました。もう本当に難しい、不可能だと思えるような時でも神様に信頼して前に進んでいたわけですね。そして人に対して、特に彼は青少年と関わっていきます。でその時にこの人に対して、青少年に対して上からこの押し付けるとか、従わせるとか、そういったやり方ではなくて、その人を信じて、その人の中にある可能性、その人の中にあるこの神様に向かう心、善の心、そういったものを信じて、そして、共に歩んでいくというこの関わり方をしていきます。ドン・ボスコが、一生涯心の中にずっと大事にしていた一つのことがあります。それは9歳の時に見た夢です。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ドン・ボスコは9歳の時ですね、まだ幼い時ですけど、まだ意味は分からなかったんですが、こういう夢を見ます。夢の中で、乱暴な少年たちが出てくるんですね。そこでこうお互いに喧嘩し合ったりとか、乱暴な言葉を使ったりとか、神様を罵ったりとか、ドン・ボスコはそれを、彼は正義感強かったんで許せないということで、げんこつで拳でこうやめさせようとするわけですね。そしたらその時に一人の男の人が、イエス様ですけど現れて、げんこつはいけないと、あなたはこの彼らの友達となって彼らの良いことを教えなさいということを言われます。そして一人の先生を示すわけですね。それはマリア様です。そしたらさっき乱暴な子供たちがいつの間にか凶暴な、
何ですかね、獣に変わっていると。でそしてマリア様が現れたら、このその獣たちが従順な子羊に変わっていったと。でマリア様から、これはあなたの使命ですと言われる、そういった夢です。でこのドン・ボスコに、この力ではなくて、この愛と柔和で、子供たちと接していく、彼の友達となる、でそして彼らを信じていくと、そして導いていくというこのやり方がこう示されるわけですね。でドン・ボスコは実際に神父になって、貧しい青少年たち、見捨てられた青少年たちと関わっていく中で、このやり方で関わっていきます。そして、神様に、信頼しながら、マリア様、イエス様に信頼しながらこう歩んでいきます。